3人組グループニュース、小山圭一郎、加藤茂明、増田貴久が17日千葉ララアリーナ東京ベイでアリーナツアーニュースライブツアー2024ジャポニュース最終公演を開催。約16万3000人を動員したツアーを完走した。同ツアーは8月7日リリースの最新アルバムジャポニュースを引っ提げ、同月8、9日の福岡公演マリンメッセ福岡 A 館を皮切りに全国8都市福岡、静岡、大阪、新潟、愛知、北海道、宮城、千葉で全17公演を開催した。